えー、松井さんどうもです。えー、株様、えー、こんにちは、えー。今日から様をつけます。今までつけないで失礼しました。あの、全然僕のこと組んでもいいし、株でもいいし、何でも大丈夫ですよ。あの、何かあったんでしょうかね、うん。ちょっと気になりましたけども。えー、では、本題、なみ様の鬼語りをありがとうございます、えー。まだ、あの、夢心地なのに語ってくれて、えー、嬉しいです。 ショウマさんはすごい音はめや表現、えー、演技、えー、ジャンプがあの小さい時から町子先生に天才と言われ、青山学院大学のあの監督の名前忘れましたが、同じ大学のえ大先輩の人で、えー、5歳のショウさんの動画を見て、体感ができているあの取り方、もう大物になれる素質は、5歳でできているとおっしゃっていました。5, 5歳 5歳ですね。すごいですね。5歳で分かっちゃうっていうね。うん。やっぱり、ヨ野くん。天才なところも大きいですね。やっぱね。うん。とにかく、色気、表現、スケーティング、小さい頃から美化チ早く見てみたいです。誰か動画を上げていただかないか、お願いします。さっきね、探してきたんですよね。見つかんないんですよね。うん。エビディさん、どうもです。 えー、フレンズのオフィシャルのインスタグラムに、小、え、幕、ー、のパタンパーンがおとなしで、えー、スローで一部ですが上がっていますよ。確かにこれは金がかかりますね。他にも、えー、ステファン、えー、サトコちゃん、荒川様のミスサイゴンや、金なのエキシ、えー、ステファンのソロ、いろいろありますよ、えー。全部ちょっとずつの無音スロー動画ですが、見られる方はぜひありがとうございます。えーこ こちらのフレンズオフィシャルインスタで、えっと、見ることができるみたいですね。うん、はい、あとでちょっと確認見ていきたいと思います。えー、ビビアバズさん、ありがとうございます。おはようございます。 毎回の動画でファンの皆さんが書いてくれたコメントを読んでくださりありがとうございます。株ブさんがベルギー在住だなんて知りませんでした。初コメントか忘れましたが、アイスショーにもし行かれるのなら楽しんでくださいねと書いてしまい、日本国内にいないんだなと実感をしてしまいました。ここから違う話題になりますが、 誰かが2月,と2月と4月お話をされているか、されていないかも分かりませんが、私からもお話をさせてください。あるチョコレート専門店とお酒の話題です。えー、まず一つ目は、ベルギー直送で、えー、チョコレート専門店のレオニダスというお店で、日本国内では全国に広がっていますね。 でも、えー、別の県ではないお店もあります。えー、レオニダスはもっと早くかもし、えー、れないけど、宇野いつさんのワンコ動画がきっかけで、えー、今年1月か2月か忘れましたが、えー、宇野昌磨選手が北京五輪に行く前に、お母さんがレオニダスのお店に行き、えー、昌磨選手のためにマノンカフェを買って持、えー、たせていきましたね。 それを見たファンの方と私も兵庫県内には始めはないと思って諦めていたところインスタグラムでチョコレート専門店さんが上げていてこれはいかなかと私もレオニダスに行ってモノンカフェを始めいろんなチョコレートを買いました値段は高級チョコレートっていう感じですがファンの皆さんも人気が出るくらい流行るだなと思いました カブさんが在住しているベルギーにもレオリラスのお店はあります。もしお店があって、機会があれば行ってみてくださいね。えー、値段は高めですが、味は美味しいので、そして2つ目は4月にある方の、えー、ツイッターがきっかけで、えー、これも宇野昌磨選手つながりで、あのー、名前も昌磨にちなんで、えー、群馬県で近藤酒造さんのお店で作られている、えー、日本酒昌磨です。えー 最初は宇野選手、宇野昌磨選手とは関係なく、さらしな昌磨ともう一つは、えー、忘れましたが、2つの植物が原料でお酒が作られていて、1、えー、つ目のきっかけは、ラジオ番組でリスナーさんへの、えー、プレゼントとして贈られ、2つ目のきっかけは、ある方のツイートで、4月に昌磨、えー、を見たら、買いたくなるよねと書いてあって、 それを見た宇野昌磨選手のファンの方たちが次々と連鎖して私も含めて日本酒の昌磨を買うようになり今では大人気商品となりましたこのお酒って2つの植物が原料っていうのは初めて知りましたねうんそしてえっとあのお店の方たちも宇野昌磨選手のファンの皆さんを えー、大切にして、えー、日本酒作りに励んでいるみたいです。私はあまり、えー、日本酒が飲めない人です、えー。商売のお酒は苦めですが、えー、デザートやお料理にも合う、えー、お酒なんで美味しかったです。えー、20歳以上でまたお酒が飲める方で、ファンの、えー、方もしよかったら。 日本酒のしょを飲んでみてくださいねえ。Twitter やネットでお店または日本酒のしょと検索をしたらえ出てくるんで、今回は今までも長文になりましたんで、えー、すみません。え皆様にはこれも見ていただけたら幸いです。あの、うのくんのそのレオニダースのチョコを買って、しょうまのお酒を一緒に飲んだら完璧ですね。はい。 うん、僕は、あの、お酒はちょっと飲むと顔が青くなってダメなんですけど、うん、昭マ酒造っていうかね、うん。レオニダースチョコレートはベルギーにやっぱあってですね、えっと、昔よく行ってたっていうか、たまにこう買ったりとかしててですね、結構身近に買える感じです。値段はね、多分安いかもしれないですね。レオニダースチョコレートは多分、ベルギーの中ではかなり安い方かなと思うんですよ。うん。 他にもなんかゴディバーとかあって、そっちの方が値段が高かった気がします。で、ちょっと言っちゃっていいのかな言っていいですかね、これ、ね。うん。あの、秘密情報をしてますね。実はね、ベルギー人ってね、レオリオンスのチとコね、あんまり好きじゃないんですよ。うん。言っちゃすいませんね。でね、あのね、あの、ベルギーの中ではね、もうちょっとね、あの、美味しいチョコレートがあって、そっちが結構有名で、結構ね、地元の人って、あの、なんかこの、 チョコレートやっぱりベルギーチョコ文化なんで詳しい人いっぱいいてここのチョコレートが美味しいんだよとかね結構教えてくれるんですよで全然名前も有名しなかったりするチョコレートなんですよねうんなんでああへえとかね経験発見があるんですけど結構チョコレートね中に砂糖がいっぱい入ってるんですよねうんベルギーチョコっていうのはだから甘すぎてあんま美味しくないですねうんだぶっちゃけね日本のえー、っとコンビニで買えるダースチョコのがね 美味しいですね、うんあ。これ、これ、すみません。夢壊したっていう感じで。多分、日本で売ってるチョコは、多分、レオニラスだけど、多分、美味しいような、日本人に合うような感じなのかっていうのがあるんですよね。まあ、何せ、ココアにね、砂糖を入れるんですかね。うん。もう、チョコレートの、えっ、ー、と、まあ、ジュースというか、ココアにですよ、砂糖を入れるんですよ。うん。 いやいやいや、もうチョコレートが甘いんだからいいじゃんってね、思っちゃうんですよね。もうカフェとかもうコーヒーとかもう,もう砂糖をバンバン入れまくってるんでそ、そういうとこちょっとあるんですよね。うん。ちょっと夢が壊れちゃいますけど。でもレオニダースチョコレートは僕は好きですけどもね。うん。あの、こういう感じの箱とか、日本でどういうふうに売られてるかっていうのがちょっとわかんないですよ。こんな感じでね。うん。そうそうそう。オースタンドにもね、あるんで、この撮影。 あの通って撮影してみようかと思っこんな感じの箱に入ってて、こうやって蓋があってっていうね。うんまあ、結構いろんなチョコレートがあるんですよね。こんな感じだったりとかね。そうこう丸かったりとか,なんかこう、こんななってたりとかね。うん、そ,うそうそうそう。でもなんかキャラメルとか入ってるんですそれはちょっと僕あんま好きじゃないですね。やっぱなんか生チョコっぽくなってるのが好きなんでね。うんまあ、今度チョコレートの話なんかもちょっとしたりとか、ちょっとしたいですね。梶、うんえー、原さんどうもありがとうございます。 えっと、カムくん、おはようございます。いやー、見たい、見たいですね、うん。パダンパダン。うん、見たい、見たいとパダンパダンが融合してますね。えー、9月11日、えー、3時55分から、えー、テレビ放送フレンズオンアイスしてくれるはずです。えー、ショウマさんの魅力は分かる人には分かるはず、えー、最初本当に、本当に、えー、同一人物なのかとギャップに悩みました。面白い人で、一人にスマホ見ては、 えー、昨日の逃がしもそうですが、西と東がとっさに口から逃、えー、がしになっちゃったらしくて、えー、ツイッター読んで、えー、おかしくて、えー、この人っていう感じで、本当危険ですよ。私、最初から沼おうちじゃないかったんですが、だん,だん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 エスカレートして、えー、グランプリシリーズは多分テレビ放映は NHK 杯以外はしてくれるかどうかっていう感じですね。ただ、鍵山選手は強敵で、株君くんもおっしゃっているように、 えー、上手彼の演技も必ず見ますが、えー、心臓がバクバクするのは今のところショーマさんだけ。みんな上手やな、綺麗だな、でもう一度見ようっていうのはそこまでですっていうね、うん、感じでございますね。うん、はい。で、えー、っと、そうですね。NHK 杯以外はグランプリシリーズの放送っていうのがな、ない可能性あるんですね、これね。うん。そこがちょっと残念だったりはします。で、あと、逃がしのところが、あの、 やっぱりこう、なんて言うんでしょうかね。うん。なんかちょっと気になってるんで。うん。えー、なみなみさんどうもありがとうございます。えー、すごい感想文だきましたよ。えー、フレンズオン・ワイス、えー、感想2でございます。 R18 指定についてちょっと補足をしますね。m スターグラビティとミスターマダムという2人の男性がいたとします。明らかにミスターグラビティは危険だそうですよ。子供を近づかせたくはありません。だから R18 指定しなくても大丈夫。しかしミスターマダムは一見、えー、高青年。 というか、一見じゃなくて、本当に高青年。えだから、親も安心え。しかし、ミスター・パダムにその気はなくても、女性はその魅力に取りつかれてしまいます。えミスター・パダムは全く口説いていないのに、え女性は口説かれていると勝手に勘違いしてしまいます。えまさに、底ごつやだから、こういう男性、女性も稀にいますよねえ。そんな状態になっていると気づいた時には、時すでに大掃除なんです。 うんえー、指定に落ちてしまったからなかなか戻ってこられません。だから最初から R18 指定にしておかないとというわけですえ。なんてそれっぽく勝ちましたがあくまでも試験ですのでその点をご了承くださいませ。えそして、あのー、パダムパダム以外のお話を、えー、させていただきますね。え昨日の夜公演私は東側ど真ん中の2列目という結構上席でした。翔馬君は、えー、自分のプロ以外 コラボやグループナンバーなど、なしということは知っていたんで、頭はとならずですね、ハッテナとはならず、安心して感想ができました。オープニングナンバーの後、1人ずつスケーターが紹介され、リンクで滑るんですが、ステファンの後が翔馬君ん、ステファンがまるで翔馬君を促し、迎え入れるようなポーズをして、翔馬君が登場。 えー、それだけでなんかわかんないけど嬉しい。オープニングナンバーこそ参加していませんが、圧倒的存在感を見せつけてくれました。そしてお待ちかねの抽選会、えー。皆様がおっしゃっていた、日めくりカレンダーは僕は使っていません。は夜公演でのことです、えー。つまり私はそれを生で聞きました。もう会場が大爆笑。えー、詳しくお伝えしますね。 まず、抽選会を仕切るメンバーは、荒川さん、安藤さん、高橋さん、そして翔馬くん。翔馬くんだけはスニーカーで登場っていうね。うん、スニーカーで登場っていうことですね。すでに、皆様ご存知のようにえ、怪我の予防策のため、えフレンズオンマイス側も、快く了承をしてくださっているんですね。ということですね。うんなるほど。そういうことだったのでも あの抽選会だけだったらなんか平気な気はしますけどもね。でも足とか結構やっぱり痛かったのかなっていうね。うん、はい、えー。そして皆様もおっしゃっていたように、まさにペンギンみたいというか、ポテポテと表情を歩いて登場。えー、これだけで会場内で笑いが起きるんですよ。まさにそこ、笑うとこですかって、翔馬くんには、えー、突っ込みたいかもし、えー、れませんねと、うん。とにかく可愛い全くアルしてなしです。あの僕ね、 あの氷のリンクの上を靴で歩く方が怖い気がするんですよね。うん。えー、エンスカイさんからのえー、ょうくんのグッズセット、2名ご覧とっ,、えー、って2名の、えー、抽選を翔ょくんが行います。えー、グッズの紹介の時、えー、スマホスタンドの翔ょくんの演技ポーズを見て、これはどの部分という質問があり、えー、ょうくん、スピンに入る前ですねと、そこで司会者の 鎌田さんちょっとやってみてと無茶ぶりえ誠実なしょ君くんがスニーカーを履いたままで一生懸命その部分を演じながらここ,ですこ,こと説明えこれまた可愛いというかザ・しょというか見ているだけで笑顔になってしまいます。あの本当ザ・ショーですね ザ・ショーマだね、ほんとねえ。それを聞いていた荒川さん、安藤さん、高橋さんも同じようにやってくれて、ああ、このボタクライに入るところ、そうです、そうですと、初、まあ、先輩を、えー、相手に何とも和みます、えー。想像してください。えー、大先輩たち3人に、えー、ショーマくん自分の演技の振りの部分を即興でさせてしまっているわけですってね。うんえーそして 日め、えー、くりカレンダー紹介の時に、鎌田さんが、しょうくんも毎日使っているんですかと、鎌田さんも当然、使っていますという答えが返ってくると思っていたでしょう。甘いなってよね、うんえー。しょうまくんはそういうところで決して嘘をついたり、取り作ったりはしませんよね。えー、作ってません。えっ、ー、となったわけです。 だって毎日自分の写真見たくないじゃないですかと。えー、場内、大々大,大爆笑。はい、そこを笑うところですね。ね、まあ、これはちょっとさすがにちょっと笑っちゃいますよね。うん、だって、翔馬くんは衣装についても、以前自分は着ているから見えないし、よくわかんない。これ、<laughs> これはや,やばいですね、本当ね。えっと、本当に面白いと思います、うん。と言っていたことがありますからね。えー、毎日自分の言葉と写真なんて、 えー、見ないんでしょうね。そしてグッズ紹介されると、諸、えー、先輩方がそれを持って会場内をぐるっと回ってくれます。スマホスタンドのポーズを真似しながら集会をしてくれたりして、これまた贅沢昼の部では、高橋さんが大声の彫刻のポーズをやりながら回ってくれたそうですよっていうね、ことですね。なるほど。そういうこともあったらしいです。うん そして、え、しょうまくんの抽選はなぜか西側が続きますえ。それでこれは昼のお話ですが、まず東西南北のどの席かを発表するのに、え、しょうまくんの逃がしと言ってしまい、え、西、東、どっちってことで笑いが起きたんですよねっていうね。 うん、感じこれは一体何の抽選だったのかっていいまいちよくわかんないですね、うん。西側、東側って言われてもちょっとどんな感じだったんだろうっていう、えー、そういう感じがするんですがそこで安藤さんが「西が多いよ」「頼むよ」と荒川さんも、えー、その言葉に続いて「他を引いてと」とそこで高橋さんがボドッ、うんえーっと「ボソッと怖いね」と一言、えー「ボソッと言ってもマイクだから聞こえちゃう」っていうね。 ここでも爆笑めげずに翔馬くん引いたらすいません西側のということまたまた爆笑ここで西勝引いちゃう翔馬くんがやっぱりそこファン謝る必要はないねということですねうん。これ西側を引いたらど,どうなっちゃうんだう西の方に宇野くんが行くってことなのかなこれ西側にこれ何,何の抽選だったかっていうのはいまいちよく分かんない部分があってでもひめくりカレンダーっていう感じだから西側の人にプレゼントをするっていうことですかね ちょっとよくわかんないんですけど、なんか抽選でそういうのがあったらしいですね。うん。で、えっと、ここで西勝引いちゃう庄馬くんが、やっぱりそこファン、謝る必要はないねと。そこで抽選箱を再度かき混ぜている間に、荒川さんが、ずっと言わなきゃって思いながら言ってなくて、今言ってもいいですかと、庄馬くん、世界チャンピオンおめでとうだなり、えー、会場全体で祝福する感じになりました。あこれはいいですね。うん。なんかでも想像ができます、僕。荒川さんからおめでとうって言われたらちょっとね。 うん、荒川さん、安藤さん、高橋さん、皆、元世界チャンピオン、確かに。うん。その先輩方と、会場全体で、翔馬くんを祝福です。えー、贅沢を言うなら、ここにステファンがいてほしかったな、っていうね。うん。ステファンは、この時はいなかった感じですかね。うん。でも、会場がものすごい暖かい雰囲気に包まれましたよ。会場はいつものアイスショーよりも、ものすごく冷えていて寒かったですが、ああ、結構今回寒かったんですね。うん。会場は大きかったのかな ちっちゃいとなんか寒いらしいですね。大きいとなんか暖かかったりするらしいんですけどもね。うん。で、えっと、これらのグッズ、ネットでも購入しましたが、すぐに欲しくて会場でも並んで買ってしまいました。で、日めくりカレンダーは、前回のものより枚数が多い分、薄いので2部あって正解かもと思いましたとね、いう感じで。で、そのインパクトのある言葉に。 あの言葉の裏にその言葉が発せられた前後や状況、えー、どのタイミングでの発言かなど、詳細が書かれていて、私たちファンはその時とその言葉を同時に噛みしめることができると思ったんで、えー、できるんでたまらないです。うん 私も読み返し思わず涙してしまいます。キーホルダーも想像以上に気に入りました。すでにカバンにつけてウキウキしています。ということで、また長くなりましたんで、一度横ここで終了しますね。お付き合いいただける方、ありがお待ちいただけると嬉しいです。ってね。有効いやあ、りがとうございます。あのね、いろいろこうお話あったかと思うんですけどね。うん あの本当、そこそこファンかなっていうところも今回たくさん出てきてね、もうそればかりが、それがね、本当に魅力になってますけどもね。うん、はい、えー。そして返信がありまして、えー、マイクさんどうもです。えー、なみなみ様、えーににが、にがしのエピソードを知りたかったです、えー。どのお話も会場の雰囲気まで伝わってきて、えー、素敵です、えー。貴重なレポート、ありがとうございます。えー、続き、期待しています。えー、そしてエメリーさんどうもです。 またまたありがとうございます。これも1000回くらいいいねを押したいです。シューマくん、本当に世界選手権優勝できてよかったです。先輩たちの仲間入りができて、もしもここにステファンがいたら、祝われている側なのか、祝う側なのか、 まだ続きを書いていただけるんですが、いつまでも待ちます。えー、幸せフレンズオーバースっていうね。うん、でもこうステファンがいたら、なんかちょっとあれかな、うん。ステファンの立場がなくなっちゃう感じもなんかするんで、うん、あれな感じはするんですけど、でもどうなんだろうね。うん、ステファンからおめでとうっていうなんか、か日本語でおめでとうごせますって言われたら、ちょっとなんか、おおってなっちゃうかもしれないですね。み、う、輪、んえー、さんどうもありがとうございます。えー、っと ナミナミ様、いや、まあ、やはり、現地に行かれたら、 聞いただけでその場のことが目に浮かび、ありがとうございます。抽選会は登場からスニーカーだったからペンギンでトコトコと可愛くて、またまた会場中のお客様の目を釘付けきにしたんですね。確か月光や展開のシーズンに足をくじいて強行出場して、1位の時にも表彰式にスニーカーやペンギン、馬くん笑いを誘い、話題になりましたね。またまたやってくれて、私も現地で見たかったなと、羨ましいな えー、シウマんクリアスタンドやスマホスタンドのポーズ解説、えー、先輩たちもなんてファミリー感ありですね。えー、皆さん、小さい小さい頃からの付き合いだから、やはり弟みたいな子供みたいな可愛いから頼もしくなり嬉しいでしょうね。うん、またまた抽選の東や、東谷西尾、去年も確か同じところばかりで安藤美空さんは、次は頼むよ、またまた同じのを引いてしまい、小声で答えて笑いがでしたよ、ね。 やはり狙っていないのに、周りを明るくするから、えー、お日様、翔馬くんですね、うんえー。そういうところも魅力的で引き寄せられますね。えー、スケートを滑っているときは違うから、すごい。ありがとうございました。っていうね、そういう感じなんですけども。うんえー、そして、マイクさん、どうもです。翔馬くんのパダンパダム、おとなし、早速見てきました。やばいですね、っていうね。 なるほど、梶原様、横からすいません、本当危険ですように、完全同意です。あの人、どうなっちゃうんでしょうか、スケーティングだけでも十分なのに、素のあの魅力。 本人は目立つのは苦手ですっていう突っ込み、あの、隅っこが、あの、好きなタイプだと思うんですけどね、スケートもプライベートもすごい陰クってね、逆にこうなんかね、うん、なんか逆に引き込まれちゃうっていう感じしますけど、ね、なんかあの、国ベース対抗戦の時も結構目立たないようにしてる、目立たないようにしてるんですけど、結構なんか見ちゃうんですよね、う野、ん、くんね。うん えー、竹森猫さんどうもです。おとなし動画いいですね、えー。スローなので表情や腕の動きもじっくり見れるし、眼福です。明日あたり YouTube に上がりますよお、結構なんかいい感じなんですね。うん、この動画。なんかスローでおとなしって書いたとか、どうなんだろうなと思っていたんですが、ちょっと後で見てみたいと思います。えー、マカロニグリーンティーさんどうもです。えー、カム君こんにちはは私の中ではショートトアットザデビューでは。 モトゥリークルーです。あ、すいません。何でもないです。ていうことなんですね。あのねこれが、あの、宇野くんに関しての動画だあのコメントかと思うんです。ちょっとショ、ショートアットザデビルもですね、モトゥリークルーもちょっとわかんないですね、僕ね。うん。えー、北更木24さん、どうもありがとうございます。今日、日テレプラスで午後5時から9時までフレンドオンスが生放送なんですよということですよ。これ、大きい情報なのかなうん。皆さん知ってますかね でもこれ日テレプラスっていうことはプラスだからお金かかっちゃうっていうことなのかな。うん。あ、でもこれちょっと速報が入ってて、エミリーさんから映らない、お願いしますっていう感じで、ね、一種目のオフ、最後のショーを見届けてくださいませ。しかも5時から9時って長いっていう感じですね。 うん、えキサラ更二24様、えー、っと、エミリー様へ、ミ輪さんが見られればいいんですけどね、翔、え、ウ、ー、マ君の鬼語りが聞けるのに、日曜の夜って生で全部は見られないですよね。頑張ってみますわ。 期待せずにお待ちをっていうことなんですね。見れる人と見れない人がいるっぽいっていう感じかな。エビリディさん、えー、語りは木岳木24様のお心のままで大丈夫です。えー、このオフシーズンを駆け抜けた書幕にエールをお願いしますってね。そうですねもう本当気になるんですけどもね、うん。日テレプラスで見れるらしいですけどね。うん